西野です。さあ始まりました、よろしくチャンネル。ちょっと時間かかりそうだったんで、はい、ちょっと奈良さん、うん、サイン書いてもらっていいですか。うん、奈良さんのサイン、ね、2種類ありまして、はい、あのコロチキ、うん、ナダル、うん、コーとコーにもなってるし、ナーのコーにもなってるしっていう、うんうんうん、で、ダル、うん、で、顔描いて、うん、ヤーのコにもなってるって、うん、やっべーぞ、うん、これか、うん、気分で描いてますね、うん、コロチキナダル、ここイーにしてこう、うん、言っちゃってるパターン、このパターン、はい、って書いてますね。僕ね、うん、僕のサイン、コロでキーね、はい、でこう書いて、うん、西野って書いてるんですよ。うんうん、でここにサーって書いてるね。うん、知ってる知ってる。もうサーさ、うん、卓球のネタなんですけど、うん、もう6年前、うん、もうええかなと思って、うん、サーなしにしようって思ってんけど、うんうん、もうわけわからない。なんかサイン変えようかなと思って、うん、言ってたね、ずっとずっと言ってるんですよ。でそれをちょっと2人に、うん、富永さんとナダルさんに考えてほしいなと思ってるんですよ、うんうん、なんかその新しいサインで今後サイン変えていこうかなっていう。なるほどね。どんなんがあるかな。なるほどね。だから西野の特徴みたいなのはやっぱいるよね。もしほんまにいいのができたら採用というか、採用というか、まあ、書こうかなと思ってるんですけど、ここの部分は俺一緒でもいい気すんねんけどな。別に角度は関係ないかな。そこら辺の方がいいかもな。うん、あーめっちゃ似てへん。で顔が、いや目細めにして、これあれじゃん、もうこれもう京都の油取り紙の顔やん。京都の髪の毛もある感じにして、うん、何このちびまる子ちゃんのさ、なんかサブキャラみたいな。何これでしょ、これ。うん、ちょっとあれやな、性格みたいなの入れた方がいいな。ここをこうして、うん、嫌やわ。なんで悪って書いてるねん。いや、ふざけんといてよ。なんでサインの中に悪って書いてんの。富永さんなんかない、これチキの悪い方やと思うね。でよくないよ、これ悪って書いてんの。なんかいいのない。ここまではまあ一緒かなみたいな。ああ、やっぱそれいいんや、いいんや、このチキでこうに。なんかやっぱり可愛いイメージなので。あ、なるほどね。なんかいつも笑顔、はいはいはい、だから、うん、ちょっとなんか耳とかや耳？うん。ハート？いやもう遊びすぎちゃう。いやふざけてるやん。耳とかやつね。なんなんこのイーっていう。ハートとか確かにこいつ入れそうな感じするよな。いや入れへんよ。耳のこれ、これようやるから。いやいや、それもうただただポーズで困った時やってるだけよ。なんか指ハートやってるだけよ。その。この笑顔、このイーって歯見せるタイプの笑顔。そうです。で、耳上に生えてんの。結構なんか、なんだっけ、ウォンバットに似てるみたいに言われてたじゃないですか。ああ。だからそれで耳生やしたってことね。確かにな、顔何に似てるって言われるっけ。コマラのマーチとか。それは、あれや、誰に言われたんだっけ。アッコさんな。アッコさんか。なんで俺が言わなかった。これはなぁ、この顔はでもなんか西野っぽくない。俺 6回で描けんねや、俺の顔って線だけ6筆で。ああ。四角コロチキのコーナー。まあ一つあれはあるんですけど、その条件じゃないけど、書きやすいのがいいかな。めっちゃ書かなあかん時あるやん。30枚とか、
時にどう、これここが2子になっててさ、じゃあこれちょっと全速力で変えてみて、お願いします。ちょっと長いかな。ファーってかけるのもあるよな、筆記体みたいなさ、うん、ちょっとこれでもう消すで。かわいそう。何書いてるか分からんか、うん、これは確かキングコングの西野さんこんなんやって。あ、そうなんや。うん、ひらがなの西野やね。こ、ろ、ち、き、に、し、おしで、に、しの、ここ伸ばすとか、カタカナ。うん、そうそうそう、ね、そうそうそう。ここもうちょい C っぽくしてもいいかな。こう、ろ、ち、き、に、し、こう伸ばしておく最初かな。なんかブサイクやな。っていうことで、はい、納得いきませんでした。俺もちょっとなんか、うん、キングコングの西野さんのサインちょっと調べて。西野さんはこれ全然違うよ。でもひらがなよ、西野。うんうんうん、まあこれありか、うん、これな、これ分かりやすいよな、貸してだから、この付けだけ入れる。これなんか使えそうやな。確かに。これチンチンみたいになった。もう読んでいる。ここをつなげたら、こう来て、うん、こうか、うん、そうそう、あうん、西の、うん、いいやん。なるほどね。この地球なんかもうちょっと上手くできた。その西のが良さそうやけどな。うん、まずこう書いてこうや。そうそうそう。で西野、西野、で下にこれつけてくれる。うん、ええやん。あ、ええやん。これ、これええやん。うん、これ、これもなんかこうっぽいし、ロチキでいいじゃん。あ、これはこうっぽいし、こうっぽいかな。うん、ロチキこうで、そうそう、うんうんうん、いいやんな、これ。うんうんうん、ぽい、コロチキっぽい、これ。うんうん、ここが、ここがこうになってるというか、西野やろ。で、一言さあ。これなんかいいんちゃう、今までの。うん、これいいかもね。うん、一言なんか入れたいの、入れて。うん、はいはい、なるほど、書けた。うん、嬉しいな。最初ちょっとあれやけど、うんうん、西野、うんうん、これこうっぽいよな、全然ええやん。めちゃめちゃ書きやすい。本でできてもだ。できんけど。練習したら早くなるじゃん。うん、全然いいわ、これで。うん、まあとりあえずこの西野のこのこれがもうめちゃめちゃいい、うん、これがな。西野、うん、ええやん、できた。こういうのはできんねん。でも今は、まあ、めっちゃええやん。ええな、うん、でもまあ、なんやろ、今までのサインがもうレアになってくるの、2021年うん、まで。そうね、だから僕今度誕生日なんで、30歳からはこっちええやん。30歳以降だから、今までの僕のサインをお持ちの方は30以前、30以前、おお、30歳からね。30歳からこのサインでいきます。やったー。できた、できた。うん、はい、ということで30歳からはこちらのサインでいきまーす。どうでもいいとかいうコメント受け付けてません。